パリ五輪の卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇の母、マリコさんが9月17日に放送された日本テレビ系の、踊る。三馬五天、に出演、幼少期の娘に起きた悩みや独自の教育法について初めて告白し、出演者を驚かせた。テーマは、子供の才能を伸ばす。我が家のマル秘教育法。オープニングでは、パリ五輪柔道日本代表の安部一二三。 篠の父孝二さんが自分は柔道が全くわからないと未経験者であると明かし、女房も運動神経は大したことない。すごいかもしれないけど、片鱗は見たことがないと話し、全員が驚きのリアクションをした。一方、マリコさんは5歳の頃のミウは、負けず嫌いな性格が災いして試合で相手に少しでもリードされるとすぐに泣いてしまい、気持ちのコントロールが難しく、 なぜうちの子はメンタルが弱いんだろうと悩んだ時期があった。叱るとか、突き放すとか色々やってみたんですけど。でも結局、うちの子はそれが合わなくて、と様々な試行錯誤を行った上で、卓球を続けるにあたり娘との会話を一つ一つ大切にしたという。子供の心は100ピースのジグソーパズルだとイメージしてました。一会話すると、ワンピースがハマる。 一回会話してまた会話すると、またワンピースハマるっていう。あと99回っていう気持ちでした。内容としては、勝負が大事じゃなくて、最後の一点まで諦めずに頑張り抜くことだよ、と伝えました。加えて、マリコさんはミュウと試合に負けた場合でも絶対に言い訳をしないと約束を交わしたという。5歳の頃から、ミュウは取材を受けることもあったので、 負けても取材拒否をしない、という約束をしてました。もし、負けて取材拒否をするなら、勝って優勝した時もインタビューを受けるな。という約束をしたと語り、悔しくても逃げずに取材対応を受けるよう会話を重ねたエピソードに、出演者は皆熱心に耳を傾けていた。また、トークが、子供の褒め方、叱り方、について広がると私は怒るというか説明する。 なぜダメなのかとか、ただ褒めるではなく、なぜ良かったのか、ということも話すようにしましたとコメント。続けて私は心の中で禁句があって、誰々に怒られるから、やっちゃいけないというのは絶対に言わないようにしたと話し、その答えに多くの共感が上がった。早田ひな、張本美和、伊藤美馬、木原美優ら国内の熾烈なパリ五輪代表選考レースを勝ち抜いた平野は、 悲願のシングルス代表権をつかみ取った。メダル獲得を目標に掲げ、迎えた準々決勝では韓国の新郵便と対戦。3ゲームを練習される崖っぷちの状況から驚異の粘り強さで巻き返し、最終ゲームに持ち込んだが、競り合いの末にゲームカウント3対4で惜敗。試合直後はガクッと膝が折れて号泣したが、その後はしっかりインタビューに答えていた。マリコさんは、 負けた時はシングルスが初めてだったのであと一歩取れなくて負けてしまった。お疲れ様しか言えなかったと当時の心境を明かし、激闘を終えた愛娘にねぎらいの言葉をかけてあげた。